我が家で飼育しているクロナガアリのコロニーです。現在は、こちらの4段式の、飼育ケースを使用しています。下3段が、居住用スペース、そして一番上が餌場のケースとなっています。で上下のフロアは、このようにチューブによって移動することが可能です。今は餌場から、一番上の飼育の居住ケース、それから2段目3段目という感じで、チューブを伝って移動することが可能になっています。それからこちらのケースの特徴ですね、今の、接続チューブを支点にして、回転することが可能です。これにより、下段にある、飼育ケースの中にいるアリたちですね、これをしっかりと観察することができます。では、このように、全ての段を展開してみました。4段すべてをこのように、展開させてみました。コロニー全体の様子がよくわかりますね。アリたちが、せわしなく働いている、歩き回っている様子が、見えます。では最下段、一番下の段から、室内を見てみましょう。こちらが最下層、1段目の、居住スペースになります。室内でくつろぐワーカーたちです。自分の体を掃除したり、幼虫の世話をしたり、それから別の、仲間の、体を掃除してあげたり、リラックスしている状態が、見て取れます。ではこちら1段目の室内を少し見渡してみましょう。天窓に少し結露があるのでちょっと見づらいところもあるんですけれども、巣の、中全体が見渡すことができます。でこちらのコロニーは、女王が5匹、コロニー内にいるコロニーです。今これ2匹が、歩いてきてますね。こちらがクロナガアリの女王の1匹です。よく見ると、体には少し毛が、生えていて、ちょっと、何でしょう、光沢もあるんですけれども、体毛もしっかり生えている印象ですね。それから2節あり、胸部と腹部の間の体の部位ですね、これが2つある、細長い体をしています。そしてこちら、クロナガアリのですね、生態の、一番の特徴になります、種子食、植物の種を、食料として食べる、アリになります。室内では、至る所でこういった、植物の種をかじる、ワーカーの姿が、見ることができます。それから近くでは、仲間の体をグルーミング、体の掃除をしてあげているワーカーが見えます。それでは、2段目のケース、を見ていきましょう。相対的に最下段1段目のケースよりも、アリの数が少し少ないように見えますね。
しかし部屋の中央には幼虫がちゃんと置かれていて、この部屋でも生活が行われていることがわかります。幼虫の世話をするワーカーたちです。幼虫たちはまだツヤがあり、活性も遅れていなくて、まだ越冬モード、俗に言う越冬の状態ですね、これにも入っていない状態が取れます。そしてこのフロアにも時折女王が上がってきています。このように今女王が上がってきていたんですけれども、上下の接続チューブを通して下の階に下がっていきました。それから3段目を観察していきましょう。3段目も、より一層、アリの数少ないですね。この3段目のですね、一部はゴミ置き場として使われています。ちょっとですね、給水などの関係で、きれいに集められていたゴミが若干こう散乱してしまっているんですが、ただ日常的にこの3段目の一部にゴミを集めている、今、状態です。そして部屋の反対側の隅には、幼虫が置かれています。健康的な幼虫がたくさんいますね。それからワーカーたちも、種をくわえてゆっくり歩いていたり、何でしょうか、自分の体を掃除していたり、とても、平穏な日々が見て取れます。このコロニーの、女王5匹は、2019年に結婚飛行を行いました。飛行から約1年半、ここまでのコロニーに、成長しました。よく頑張りました。ということで、今回は、我が家で飼育しておりますクロナガアリ、2019年に結婚飛行を行った、女王アリ5匹による、現在2年目のコロニーです。現在の規模まで、成長してくれました。クロナガアリですね、地中深く、地下4メートルぐらいの深さの、巣を掘るとも言われていて、とても、深さの方に巣を広げていくタイプのアリです。そちらをですね、再現するべく、現在は縦重ねのタイプの、飼育ケースを使っています。またクロナガアリを特徴づける、生態の一つとして、俗にですね、収穫アリと言われるように、植物の種を、食料とする、アリになります。居住スペースがいくつかあることで、どこに、種とか、食べた後のゴミを貯めたりとか、どこに幼虫を置くとか、どこに女王がいるかっていう風に、少し部屋割りを、分けて使う様子が、見れたらいいなと思って、現在の、ケースで飼育をしております。というわけで今回は、縦重ねタイプのケースに飼育しておりますクロナガアリの様子をお届けしました。とても飼いやすいアリですし、可愛いアリですので、ぜひ皆さんもトライしてみてください。